明日から2日間にわたって兵庫県有馬温泉の旅館で行われる王位戦七番勝負の第3局。愛知県瀬戸市の藤井聡太五冠に一宮市出身の豊島将之九段が挑んでいて、これまでの戦績はお互いに1勝1敗のタイとなっています。今日は対局場を訪れ、使う盤や駒、空調などを確認する検分を行いました。今日19日が20歳の誕生日の藤井五冠は、20代への抱負を語りました。20代半ばまでに非常に活躍されている方が多いので、しっかり実力を高めていけるように、頑張っていきたいと思っています。王位戦第3局は明日午前9時から始まり、あさって決着します。